はい、皆さんこんばんは、高幸です。今日もですね、池袋暴走事故のね、ご質問についてお答えしていきたいと思います。どんな質問が来たかというとね、今回はね、否定的な方のね、私に対して否定的な方の質問なんですけども、あなたのね、私のやってることは魔女裁判なんじゃないんですかっていうことでね、魔女狩りなんてよく言われますけども、どういうものかっていうとね、私がやってることは魔女裁判なんじゃないか、中世のね、ヨーロッパで世の中にね、魔女というものがいるっていうことで信じられてきて、で一般のね、市民の人がその魔術っていうのを怖がってですね、お前は魔女じゃないんか、お前は魔女じゃないんかということで、たくさんのね、魔女と呼ばれる人たち、無実の人たちを裁判にかけて、多数殺害してしまったというですね、事件のことをおっしゃられてるんだと思うんですけども、それと、私がやっているこの飯塚被告に対しての動画が、一緒なのんじゃないかというご質問でございます。皆さんどう思いますか？飯塚被告は無実で、我々がね、飯塚被告が悪いとね、みんなで集団ヒステリーを起こしてるだけなんじゃないかということで、そのご質問された方は言いたいんだと思うんですよね。魔女裁判っていうのは、無実の人たちに対してね、一般市民が集団ヒステリックを起こしてね、たくさん殺害してしまった事件と言われております。今回のね、池袋暴走事故、果たして魔女裁判なんでしょうか。飯塚被告はね、ただ単に無罪を主張しているだけで、無罪主張するのがいけないとは言わないですよ。無罪主張するのはいいんですけども、実際にはたくさんの方がね、お亡くなりになって、大怪我をされているわけです。ですからね、完全に無罪とは私は言えないと主張しているわけです。唯一飯塚被告が、無罪で完全無罪になる要因としたら、今後ね、ちょっとそういった動画も上げるんですけども、あのプリウスが遠隔操作されて、飯塚被告は何をしても車を止めることができなかったということがあったんだとしたら、今回私がこう上げてる動画は魔女裁判、魔女狩りと言われてもいいと思います。今後ね、私がいろいろ用意している動画があるんですけども、それはね、飯塚被告が乗っていたプリウスが危険回避できたのかどうかというね、自動車整備士からの目線テストをね、やる動画をね、準備しておりますのでね、皆さん楽しみにね、お待ちいただきたいと思います。車がね、遠隔操作されていない時点で、運転手ドライバーはハンドルで危険回避とかね、ブレーキで危険回避、さまざまな危険回避の行動ができたはずなのに、しなかった、もしくはできる状態になかったということはね、必ず過失が発生します。過失が発生するということは、無実の方ではないので、魔女裁判には今回の動画はならないという結論になるんではないでしょうか。この件に関してね、いろいろね、やっぱりお前はこれは魔女裁判だ、魔女狩りをしているという人はね、ぜひぜひコメントの方をね、いただきたいと思います。今後ね、12月第2公判が近づくにあたって、私たくさんの動画をね、準備しておりますので、近くなりましたらね、公開していく予定です。ぜひぜひね、チャンネル登録してお待ちいただきたいと思います。ではまた何かの動画でお会いしましょう。じゃあね。